はい、どうもレイトです。さあ本日は岐阜県可児市にある増宮にやってきました。以前ねおとんと来たお店なんですけども、また久しぶりに来ました。ここねランチで焼肉食べ放題あるんですよ。夜に食べ放題するとちょっと値段が高くなるんですけど、ランチの時間帯に来るとまあその夜の時間帯より少し安く食べ放題が食べれるということで、ここのお肉はね本当に美味しいのでね、またね食べたくなってやってきました。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、入ります。マスミヤも外観がね焼肉屋っぽくないんですよ。はい、マスミヤこう書きます。入っていきましょう。はい、ここねもうね店内がね焼肉店っぽくないんですよね。はいはい、ということで本日はね食べ放題に来ました。食べ放題ベーシックコースが3280円、極みコース4280円、こちら平日料金です。土日祝はちょっとね400円高いですね、それぞれに。でベーシックコースも結構種類豊富で、極みコース頼めば厚切りタンとか特選カルビ、特選ロースが食べれます。でね、もちろん食べ残しはいけません。食べ残しはね 100g につき1000円の追加料金を頂戴いたしますらしいです。まあもちろん当たり前のことなんですけど、食べ残しはダメですよ。さあこちらね食べ放題のお膳です。ご飯と漬物とサラダとねスープがついてきました。タレは2種類ですね。さあ塩タンが来ました。かわいいっすね、盛り付けがすごいおしゃれ。いいね、うまそう。さすがちゃんとしてる焼肉屋なので、食べ放題の肉もね質が高そう。さあこれがねコリコリカルビで、これがロースとカルビと焼き野菜です。いやなんか本当にうまそう。食べ放題の肉とは思えないぐらい脂が乗って質が高そう。よし、じゃあタンいただきます。ネギもねたっぷり乗せました。よいしょ、こちらレモン汁かな、これにつけていただきます。うまっ。いやもう食べ放題のクオリティじゃないわ。いやすごいうまいわ。いっぱい食べます。はい、じゃあこのコリコリカルビいただきます。コリコリカルビ、普通のカルビとどう違うんですかね。いただきます。うん、コリコリする。食感がすごいコリコリして歯ごたえがあってうまい。うん、あー美味しいわ。食感も味も最高。よし、カルビいただきます。うわ、うまそう、このカルビ。あー、いい風味ですね。いただきます。うま、溶けた。めちゃくちゃ柔らかいし、肉汁がじゅわーっと出て、その肉汁もうまい。いいカルビ。ではロースいただきます。でも噛み応えがあってうまい。脂身もねそんなに多くないので、結構油が苦手な方でも食べやすいです。うん、うまっ。はい、あのタンがねうますぎて美味しいおタンしました。いやマジでうまいっす。あの食べ放題のタンと思えないぐらいうまい。いやー皆さん食いたくなるでしょう、ネギ塩タン。うまそう。じゃあいただきます。よいしょ、よいしょ、うまい。はい、うますぎて追いネギ塩タンしたんですけども、めっちゃ綺麗なバラみたいになってます。これ5人前です。5人前でこんな美しい大きなバラになります。いやめっちゃ塩タン食べるじゃんと思ってるかもしれないんですけども、カルビも追加しております。アルビもめっちゃうまい。いただきます。あ、いいね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまいね。
あのまあ食べ放題の焼肉としてはね、他のチェーン店の焼肉キングとか頑固園に比べたらメニューはね少ないかもしれないんですけども、一つ一つのメニューの質がめちゃくちゃ高かったです。僕ね塩タン何回おかわりしたんだろうっていうぐらいめちゃくちゃうまくてたくさんおかわりしちゃったんですけども、他にもおすすめなのはカルビとロースもめっちゃうまかった。はい、いやー本当にね、夜来るとちょっとね値段は高くなるんですけども、食べ放題のあのランチタイムはね若干安くね食べ放題できますので、ぜひ皆さんお昼の時間が狙い目でございます。めちゃくちゃうまい肉食えるのでぜひ皆さん来てみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメや岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。